フィリピンプロバスケットボールリーグ、フィリピンバスケットボールアソシエーション、フィリピンバスケアソシエーションは、フィリピンにおける、プロバスケットボールリーグである。略称、PBA。1938年より、フィリピンバスケットボール協会、バップ参加で行われていた、実業団リーグのマニラ商工体育協会、マイカから脱退した旧チームにより、1975年4月9日に、 発足。アジア最古のバスケットボールリーグであり、世界的にも NBA に次ぐ歴史がある。フィリピンは長らくアメリカの植民地だったことから、バスケットボールが他のアジア諸国に比べ盛んであり、PBA もまた国民的スポーツとして人気が極めて高い。ルールはファイバルールと NBA ルールを併用している。1985年からは、 ドラフトも行われている。なお、フィリピンでは他にナショナルビッチカンファレンス、NBC なる別のプロ組織もある。これは1998年に発足されたメトロポリタンバスケットボールアソシエーション、MBA が途中断し2004年に再結成されたものである。また、PEBA 所属選手はフィリピン代表としてはアジア大会に参加しているが、 アジア選手権には参加していない。一つのシーズンがフィリピン人選手だけが参加するフィリピンカップ、ボブスの大きさ、フィリピンカップと外国人選手の参加が認められるフィエスタカンファレンス、フィスタコンフレンスの二つで構成されている。それぞれの優勝チームが対戦して年間王者を決定することはない。以前は一シーズンは三つに分かれており、三シーズンべてに優勝したチームは、 グランドスラムと呼ばれた。過去、グランドスラムを達成したのは1976、83年のクリスパ、89年のサンミゲル、96年のアラスカの4チームある。フランチャイズ制を採用していない。全10チームすべてが首都マニラに本拠を置き、同じアリーナでプレーする。チーム名は、企業名ニックネームであるのは、日本のプロ野球と同様だが、 特徴的なのは、毎年のように名前が変わることである。例えばヒネブラ、ジナブラは、1979年にリーグに加盟した時は、ギルビー、ジン、ギルビー、エスジンだったが、その後ショートトン、ジョージ・ウィスキー、アネ・ジョ・ラム65、ギナブラ・サン・ミゲル、ゴールド・ネエスなどのチーム名で参戦している。これらはすべて酒造会社である、ヒネブラの商品名である。 日本のプロ野球で例えると、千葉ロッテマリーンズがある年は、ロッテクールミンツ、次の年は、ガーナチョコレーツと呼ばれているようなものである。1975年4月9日、以下にシルス級チームによって結成された。キャリアウェザーメーカーズ、キャリアウェザーエーカーズ、クリスパレドマナイザーズ、クリスプレッドマナイセス、ノリタケポルセリンメーカーズ、ノリタケポースリンメーカーズ別名マリワサホンダ。 マリワサ・ホンダ、ガレリー・ドミニク、ゴルディ・ドミニク。プレスト・ジューサーズ、プレスト・ジューサース別名グレート・テイスト、グレート・テイスト。ロイヤル・トゥル・オレンジ、ロイヤル、トゥル・オレンジ別名サン・ミゲル、サン・ミゲル、マグノリア、マグノリア。セブン・アップ・アンコーラズ、セブン・アップ・アンコーラズ。タンド・アイ・ディスティラーズ、タンディ・ディスティラーズ。トヨタ・コメツ、トヨタ・コマッツ。ユーテック・ス・ウィーバーズ。 ユーテックス・イーバース。1977年、キャリアーが脱退。1978年、セブンアップが脱退。フィルマンバンク、バンカーズ、フィルモンバンク、バンカースが加入。1979年、ギルビー・ジンズ、ギルビー・エス・ジンズ別名ヒネブラ、ジナブラが加入。1980年、フィルマンバンクが脱退。テフィリン・ポリエスターズ。 テフィリンパリエスターズとガレオンシッパーズ、ガレオンシッパースが加入。1982年、テフィリンとガレオンが脱退。1983年、ユーテックスが脱退。マンハッタンシャートメーカーズ、マンハッタンシャートムエーカーズが加入。1984年、トヨタとガレリードミニクが脱退。ビアハウゼンブルーマスターズ、ビアハウゼンブルーマスターズ別名マニラビア。 マニラビアーが加入。1985年、クリスパとマンハッタンが脱退。シェルターボチャージャーズ、シェルターボチャージャースが加入。1986年、アラスカミルクキングス、アラスカミルクキングス、ゲンアラスカエイセズアラスカエイセスが加入。1987年、マニラビアが脱退。ピュアフーズホットドックス、ピュファズホットドックスが加入。 1988年、タンドアイが脱退。1990年、ポップコーラパンサーズ、ポップコーラパンサーズ、ゲン、コカ・コーラ・タイガースコカ、コーラ・タイガーズと、サーシ・シズラーズ、ソルシ・シザラース、ゲン、トーキンテクスト・フォンパルズ・トーク、エヌテクスト・フォーン・パルズが加入。1994年、プレストが脱退。サンタルシア・リアルターズ、スト・ルチア・リエルターズが加入。 1999年、タンドアイが再加入。2001年、タンドアイが脱退。レッドブルエナジーキングス、レッドブルエネルギーキングス、ゲン、レッドブルバラコレッドブルバラコが加入。2002年、フェデックスエクスプレス、フェデックスエクスプレス、ゲンエア21が加入。2006年、シェルが脱退。ウェルコートドラゴンズ、ウェルコートドラゴンズが加入。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。